ハローワークで仕事を探す。こんにちは。仕事を探してるんですが、働きたい時間帯とかはありますかはい。小さい子供がいるので、できれば夕方5時までがいいです。わかりました。どんな仕事がしたいですか そうですね。日本に来てからずっと工場で働いてきたので同じ仕事がしたいです今まではどんな工場で働きましたか今までは食品や車の工場わかりましたえっと工場の仕事はたくさんありますが漢字の読み書きはできますか 小学校3年生くらいまでの漢字の読み書きができます。あと、スペイン語と日本語を話すことができます。素晴らしいですね。スーパーの求人もありますよ。それくらいのレベルであればできると思いますが、どうですかそうですか。ぜひやってみたいです。では、検索してみましょうか。はい、お願いします。